なかなかはかどらんな。かっか、今日はさすがにお疲れでしょう。無理しないでそろそろお休みになっちゃどうです。グリエヨザック、耳元でささやくな。気持ちが悪い。ひどい。グリエは身も心もヘロヘロな閣下を心配して。お前に心配されるいわれはない。だいたいただでさえ今回の竜の反乱騒ぎで執務が滞っているのだ。これ以上処理を遅らせるわけにはいかない。そういう性格だから心配してんでしょうが。何か言ったか。いいえ何にも。あーでも閣下、さすがにほら今日はバタバタしちゃったから汗臭かったりするんじゃないですか。ん？匂うか。俺は閣下の汗の匂い嫌いじゃないですけどね。一応湯あみの準備はしてありますから、区切りがいいところで使ってください。あ、なんならお背中お流ししましょうか。結構だ。へー、くだらないところに気を回す暇があったら、ほらそこの書類に目を通して優先順位の高い順に並べ直してこっちへ持ってこい。俺肉体労働派なんで読み書き苦手なんすけど。嘘をつけ。お前ほどさかしい男はそうそう見ないぞ。外回りの個人活動が多いのは単にお前の身体能力と状況判断力が獣並みにいいからだ。評価が高くて嬉しい。入れ。失礼します。兄上、お体の具合はいかがですか。別にどうということはない。でも今日はそのとてもお疲れだろうと思って。疲れているのは魔王陛下の方だろう。朝からずっと動き回って。それは朝から動き回ってたのは俺も同じですけどね。お前はちょっと黙っていろ。はい。どうした、座れ。はい。ボルフラム、ここへ来るなとは言わないが、臣下であり曲がりなりにも婚約者でもあるお前が陛下のおそばについていて差し上げなくて大丈夫か。あいつ、いえ陛下は大丈夫です。さっき寝床に入ってあっという間に眠ってしまわれましたから。そうか。やはり例の覚醒状態になるとひどく体力を消耗するようだからな。ええですね。でお前はどうしたんだ、こんな夜更けに。あのそれは、兄上、少し気がかりなことがあるんです。気がかり。はい、今日の有利のことです。竜の反乱を鎮めるために桃熊八を犠牲にしなければいけないと分かった時のあいつの選択が少し信じられなくて。うん、どこが信じられないと。有利はヘナチョコです。何かを達成するために誰かの命を犠牲にするのを良しとしない軟弱な男です。そう信じていたのに、今日のあいつは最終的に桃熊八を煮えにすることをためらわなかった。なるほど、ボルフラム閣下は陛下の決断にちょいと失望しちまったんですね。いつも冷静なグエンダル兄上でさえ桃熊八を煮えにすることに苦言を呈し、命がけで魔王をいさめていたではありませんか。それなのに。いやー、うちの閣下が必死で止めたのは桃熊八が可愛くてしょうがないから。お前はちょっと黙っていろ。兄上、有利の行動をどう思われますか。どうとは。魔王たるもの、近隣諸国に冷酷無比な支配者として名を轟かせることは決して悪いことではありません。ですが僕は有利にそういう王であってほしくはない。しびれますね。いやー、愛だな。なるほどな。兄上、ボルフラム、お前の気持ちはよくわかった。だが心配することはない。私も後で気づいたが、あれはおそらく陛下の誘導だ。誘導？そう、魔王陛下は私が止めに入ることを前提に賭けに出られたのだ。え、本
当ですか？信じる信じないはお前の判断だな。だがことは一刻を争う。まさにその時、状況をよく見極め、望む答えを導き出したのは他の誰でもない、陛下ご自身だ。グエンダル兄上がそこまでおっしゃるなんて。ふん。魔王の怒りの波動を正面から受けてみて、違和感があったからな。どういうことですか？前にも一度スベレラの採掘場であの空気を味わったことがある。だが真の怒りに突き動かされている時の魔王の波動はあんなものではないぞ。ああ。今日のあれは威力こそ凄まじかったが、波動にはどこか包み込むようないたわりがあった。まあ今にして思えばの話だが。ええ、はい、閣下、書類優先順位上からになってますからね。あ、つまんな。まあそう言われても俺はいまいち信じられなかったんですけどね。夕方芸家に呼ばれて新王廟にお使いに行ったら陛下もいらっしゃいまして。なんだと？そんな話は初耳だぞ。まあまあ三男閣下、総国のお友達同士、仲良き言葉美しきかなですよ。そんなに目くじら立てなくてもいいでしょ。嫉妬深い男と束縛する男は嫌われますよ。嫉妬も束縛もしていないだろ。いちいち腹立たしい言い回しをするな。いいから話を続けろ。それで陛下と芸家がどうしたって？ああすいません。でその時芸家が言ってたんですよ。こうね、ポンポンって陛下の肩叩きながら、渋谷、今日はそんな役回りご苦労様って。なるほどな。グリエヨザック、本当にお前というやつはどこにでも首を突っ込んで余計なことまで覗き見してくる男だな。あら、だってそれがグリエの仕事ですもの。それにほら、家政婦とお庭番は得てしていろんなものを目撃しちゃう宿命なのよ。その鬱陶しい女言葉もやめろ。だがこれでお前の懸念は解消されたんじゃないのか、ボルフラン。はい、まあまあとりあえず坊ちゃんの方が一枚上手だったってことですかね。我らの王にはそれくらいの度量を持ち合わせていただかないと、こちらも使える身として困るからな。ですよね。行くのか？はい。夜分に失礼しました、兄上。話を聞いていただけて嬉しかった。ボルタン閣下、おやすみなさい。こいつが兄上の執務室に我が物顔で居座っていることだけが下せませんが。奇遇だな。私も下せないんだ。あ、でもプー閣下、次からはうちの閣下とグリエの愛の時間を邪魔するような無粋な真似はくれぐれもやめてちょうだいね。昔から不思議だったんですが、どうしてこの男を腹心の部下扱いするんですか、兄上。何か弱みでも握られているんですか？いや、大変遺憾ながら仕事だけはできる男でな。そうよ、グエンダル閣下はもうグリエなしでは生きられないんだから。気色の悪いことを言うな。いいからそちらの書類もよこせ。え、でもこっちはまだ未整理なんですって。いい、私がやる。お前もボルフラムと一緒に帰れ。邪魔だ。ほら、もういいからよこせ。閣下、もしかして怒っちゃいました？お前のバカな物言いは聞き飽きているから、もう腹も立たん。おとなしくしてますから、お手伝いさせてくださいよ。いい加減にしろよ。しつこい。早くよこせと言っているだろう。来い！いやっ！触っただけだぞ。断じて叩いたわけではない。兄上、でもそれ左方、右手で。ああ、絶対叩かれました。ボルタン閣下、見てたでしょ。え、いや、見てないぞ僕は。痛い、ちょっとみんな聞いて。
中に左を叩かれました。貴様ふざけるな。そんなでかい図体して痛いはずがあるか。兄上、よりにもよってこんなところでこんな男に古式ゆかしい方法で求婚。おお、お前らのふざけた婚約と一緒にするな。冗談ではないぞ。兄上、その言葉は聞き捨てなりません。でもグリエ嬉しい。カッカが勇気を出してくれて。はあ、魔力も持たないふつつか者ですけど、フォンボルテール家のために尽くしますから、たとえ意地悪なお姑さんにいびられたって。失礼な。うちの母上は嫁いびりなどしない。ボルフラム、問題はそこではないぞ。兄上はアニシナとくっつくものとばかり思ってたのに。さりげなく爆弾発言はよせ。嬉しいな。さする隊長に自慢してこようっと。そうだ、僕もユーリに話しておかないと。やめろ、本気でやめてくれ。仲良しの仕立て屋にとびっきり可愛い婚礼衣装を作ってもらわないと。兄上、やはり母上への報告は兄上から。貴様、いい加減にしろ。